米だ、一米だ。いや別にその昇格のことなんだけどね、あのさ、アルバム出したじゃないですか。出しましたね。でその時、レコーディングあったじゃん。もうねあれで、レコーディングあったんですよ、ありましたね。私ブログに前に書いたことあったんだけど、そのね、レコーディング研究生でしますよって言って、研究生みんな集められたんですよ。そしたらなんかその日になって急に、そうなんかなんかこの歌はもう歌わんから、ミツバチガール歌ってみた。そうで、なんかピーチはまあ S の曲で、フラフープで555、そうそうそう、でも一応表記は研究生みたいなね。そうそうそう、だからあ、人数合わせで、まあ、16人いなきゃいけないからなのかなと思ったけど、うん、私は内心あ、もうこれはもうそういうことだなみたいななんか下手な中くすのとか思いながら、そうやな、うちらもこうレコーディングする前とかに、ね、こうなんか準備とかしてもらった時に、これってね、これ思ったでしょ、なおと私とマキコで、これってさみたいな、なんかあうんなんかもろじゃないみたいな、うんうん、でも本当にそうなのかなみたいな。ああ、そう、いや、どうだったんだろうと思って、だからでも、もしそうやとしたら、昇格ってなったら、もうちょっと他の方法で隠した方がいいよなみたいな、ね思ってて。そうなんだ、やっぱ。うちらも思うことあった、すごい。あ、思うことあったのね、やっぱ。だってその先に君がいたのすごい一生懸命さ、覚えてさ、そうレコーディングしてきてさ、覚えてくださいみたいな、覚えてくださいみたいな、こうやってさ、見たらさ、それ歌わんからみたいな、もうちょい覚えてみたいな、何みたいな、その場で覚えて、でもこれやだ、もう歌ってくる。そうそうだったんだ。いやね、こういう秘話があったんですよ。そうなんです、そうなんです。私はぶっちゃけみんなどう思ってんのかなと思って、なんかさ、やっぱ入ったばっかの、まあ5期生でも気づいてた子いるのかな。でもあんま気づいてないから気づかないじゃん。私はもうさ、だいぶいるから、なんとなくさ、もう勘でさ、わかるじゃんね。そうだから、どうだったのかなって。そう、難しい。こっちの歌覚えるんですかみたいな、あのチーム E だったんだけどな。チーム E なんですかみたいな、もうちょっと上手に隠してほしかったですねっていうのはあります。あの時ね、でまあからの、何日か経った後だっけ、あの公演、1週間ぐらい経ってた。いや、そんなすぐだっけ。そんなすぐじゃん。あ、やったかな、すぐだった気がするんだけど、なんだかんだで、でね、記念、あれ何週、4周年の時、劇場最終公演か、そうの時にね、発表はあって。そうです。どうだったあの時は。いや、でも震えた、えみたいな、うわみたいな、自分の名前呼ばれたみたいな。まさかそんなさ、まあ、それでレコーディングしとったけど、まあまあまあ、それはまだ別だからね、したけど、話としてね、話やな、別やけど、なんかこう、何、目指してきたこう昇格のこの発表の時に名前が呼ばれた時は、いや、ガチで震えた。おお、私って内山美琴やっけってなった、本当に。ああ、なるほど。そうです。まあ、私はその震えを一生味わわないみたいな選択したんだけどね。そうですね。いや、でもかっこいいよ、本当に。うずだから、うちのお母さんとかさ、あのうちの両親すごいさ、カオタンのことをすごい応援しとって。うん、え、嬉しい。すごい応援しとって。で、ね、ないけ、あの。主人名を聞くせ、おかんがめっちゃかっこいいわ、カオタンめっちゃかっこいい、ほんと、そう思ってくれるんだ、嬉しいよ。みこにゃんママ、みこにゃんパパ、見てますか。見ておれたみたいな、見るよ。見てますか。ありがとうございます。頑張ります。ほんと一生研究生として頑張りますので応援してます。そう、応援してください。あの時はでも私も本当嬉しかったよ。おー、来たか、やっぱりみたいな。でもやっぱりって感じだったけどね。本当に、ありがとう。いいね。え、オリジナルは欲しかった。どう、だってみこにゃんはさ、決意ってオリジナルなくなる前で研究生来てさ、じゃあ今度いいわ、オリジナルもらえる前にまあね、他のチーム行くわけだけど、オリジナル公演に対しては、どうやろう。でも私は公演ができることがすごい嬉しいから、なんやろ、
まあ、比較はされるけどこうお下がりとかは、うん、でも公演ができたらいいわと思ってたから、オリジナル公演に対してはそんなに、あそこまで絶対オリジナルがいいみたいなのはなかった。あそうなんだね。なんかこのチームで公演ができたらすごいいいなって思ってたし、オリジナル公演がもらえたら、まあ、それですごい嬉しかったと思うけど、そこまでそこまでやないかなっていう、うん、おお、そうかな。じゃあ次が、はい、研究生の時どのチームの、うん、どの公演の誰のアンダーが一番苦戦しましたかだって。いやー誰やろう。あと一番すんなり逆に行ったアンダーは誰ですか。うんうん、一番すんなり、でも一番何やろう、 S と K2 はすごい覚えやすくて、うん、違う、うん、S がすごい覚えやすくて、はい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 、K2 と E はほんと全然覚えられへんくて、うん、K2 はあの、ま、真夏と松本のアンダーにこう入れてもらって、うん、その時はこうなんていうの、何やろう、覚えなかったと思ったし、うん、やったけど一番すんなりいたのは S の平松さんかな。へえ、うん、いやでもやっぱり桑原さんのこの怖さが加わったからちょっと覚えにくい部分もあったけど、うん、あったけど、一番覚えれたのは平松さんのアンダーかな。苦戦したのはマキコかな、うん、いいの？いいのマキコなんだ。一番もう初めて出るのに、うん、もう関わらずこう2回公演 で、うん、でしかもエンドロール、あそうだ、親なんかで、うん、エンドロール、うん、マジで死にそうで、もうなんかなんていう動きとかが分かったらさ覚えれるんやけど、こう振り V 渡されてこう見るやん、分からんやん、みんなもさこう初めての公演とかさ、その覚えたての公演やから、こ結構ぐちゃぐちゃとしとってさ、フリーブイとかも、うん、いや分からんしみたいな、やばいやばいやばいみたいな、うん、それが一番苦戦したかな。あもうあんた分かってごめんなさい、ほんとそうだったんだね。マキコのあんたが一番苦戦しましたね。うん、次が、はい、ですね、組閣発表で昇格見送りになった4期5期生に対して何かアドバイスはありますかだって。あアドバイス、うん、あっち何やろう、先輩として、いやそんな地位の人間じゃないけどそんな地位の人間じゃないけど、うん、何やろう、見とる人は見とるし、うん、なんか、まあ、運っていうのもあるやん、その場のまあね、タイミングだったりもね、そうそうそう重なってくるから、うん、やっぱ、なんていうの、応援してくださっとるファンの方はきっと昇格をこう望んでらっしゃると思います。だから、そういう方たちに、うん、もう、こう何、不安にさせないように、やっぱもっと向上心をむき出しにしていった方がいいんじゃないかなって思う、うん、私はそんなタイプじゃなかったからさ、うん、あんま言えやんけど、お私は公演ができたらいいという方だったから、昇格 したい、めっちゃ絶対したいみたいなんじゃなくて、うん、昇格したらもっとこういういろんな公演したいな、うん、そう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 っていうのはあったけど、やっぱり諦めずに、うん、こうなんて腐らずに欲しいなっていうのはありますね、研究生を。サポート、サポートしていただきたいなってすごい思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、いいお言葉で、いやいやいや、いやなんかね、うん、本当あの組閣の日戦争だった、なんか戦場だったの、うんうん、だからさ、みん泣いた泣いた泣いてた、結構パニックになってた人、いや結構冷静だった人、冷静だった、あ冷静だった人か、じゃあ、ケツ、後ろのことはいみたいな、はいみたいな、みんなはぁーみたいな感じだけど、私はい、内山ですみたいな、あーでもって感じやった。でもなんかうちの名前が呼ばれた瞬間に、ケツで呼ばれた瞬間に、なおがすごい号泣してたみたいなのを聞いて、あーそっか、もう、まあまあ、そうそうそうね、こう裏戻ってからこう全部終わって、うん、裏戻ってからなおがうちのとこ来て、うん、もうずっと泣いとって、うん、もうなんかもう座り込んでしまって、うん、私もずっと「うん、なおちゃんなおちゃん、うん、なおちゃん落ち着いて落ち着いて」ってずっとやっといてんけど、そうそうそう、
で、いいやん、もうあんたはチームいいやんかみたいな、うん、あんたは離れてないやん、チームいいやん、ずっとみたいな言ったけど、ミコッティと一緒がいいみたいな、あずっと泣いてて、ね、そんなうち言われたらそんな悲しくなるやん、うん、みたいな言ってたけど、落ち着いて。そうだったんです。じゃあ自分的には結構冷静に、うん、そうやな、したね、あの人あんなとこ行くんやみたいな、あそこのチームおばちゃんじゃないかな、それが。じゃあもうな、なんやろうな、なんでそうなってしまったっけ。いや、私もすごい客観視してたから、うん、なんかさ、自分がさ、言われるの、言われるっていうか、そこがやるのは何でも知らなくて、ただ単に松村はそういう方向で行くっていうのは、話し合いの時に決めて、どういう形で発表するか何も知らせされてなかったけど、その、トモヤさんが言った瞬間に、ああこういう形で、ああなるほど、私をこうだ、私そういうことかみたいな、まあ、名前呼ばれない感じで、そういう感じかみたいな、だからみんなこう言ってるの、いろんなとこ言って、そう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 、だからずっとめっちゃ後ろの方でさ、研究生だったら列後ろじゃん、もう SK2E 研究生だったから、もうめっちゃ客観視してて、ほんとそれこそ別に涙とかもさ、もう分かってるからさ、なんか卒業生の人とかも、え、カオトンはみたいな感じ言われても、大丈夫みたいな、大丈夫、私大丈夫みたいな感じでやってて、すっごい客観視してたけど、なんかね、ほんと戦場だったなっていう、倒れる子もいるし、過呼吸みたいになってる子もいるし、びっくりした、泣きすぎて、いや、うちの涙はこんなにも出やんのかと、ちょっとビビった。あ、ほんと、なんかびっくりしすぎて、あ、なんか泣け、なんかみんなが泣くと泣けなくなる、みんなが泣きすぎとって、うん、ほんとすごかったよね、すっごい泣いてたから、なんかさ、みんなさ、うん、何泣いてるかは人それぞれ多分違うと思 う、 違う、そのチームを離れるのが嫌だったりとか、じゃあ奈緒ちゃんみたいに誰かと離れるのが嫌だったりとか、いろいろな涙はあると思うけど、うん、そう、なんかみんなが泣いてたから、うん、結構周りチームとかも、うん、うーって感じだったから、そんなにかと思って、いや、そうだね、心が冷たいから、はいはいはい、そんなんではないと思うんやけど、そういうのじゃないと思う、それは多分びっくりしすぎて、あ、うん、涙も出れ、出やめないぐらいもびっくりみたいな、あ、みたいな、そんなにあっさり昇格発表ですかみたいな、結構早かった、すんなりだったよね、でも昇格、なんとかなんとか、あずまりよ、おー、すごいみたいな、おめでとうみたいな、ほんとそういう感じだったよね、そう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 、だから、そうだったね、涙とかは出やんかったな、あんまり、うんうるっとはしたけど、うんうんうん、ビャンビャンは泣いてないね、ピーピー、キャーキャーは、うん、でも、卒業生のユニットの時は大号泣した、あ、あそこはね、そう、あの、まなざしさよならの愛理のあの言葉、え、あれさ、次の私さ、終わった後にそのエピソードが書いてあるのを見て、うん、聞いてなかったから、なんで窓出しの時何してたんだっけ、どこにいたの分かんないけど、え、なんでいたの、待機でいた、待機してて、こう画面見ててんけど、お疲れ、お疲れ、待機してて、こう画面見てて、で、あかんわ、まあみんな卒業してしまうやと思って見てて、で、アイリーがさ、こうさ、さよならってこう口パクで言うとかあるやん、うん、あそこをマイク通してありがとうって言うやって、もうあそこの瞬間に大号泣した、うわーってなって、で、こうさ、こうマイクとかも取りに行かなあかんからさ、マイク置き場のとこ行って、うん、したんやけど、もう泣けてきて、もうあかんくて、ほんまに、で、こうマネージャーさんとかに、どうしようみたいな、うん、うちなかなかなあかんから、そんなめっちゃ泣くことないから、そうだよね、だからどうしたみたいな、みたいな、大丈夫みたいな、どうしたみたいな、若干引いてたこいつめっちゃ泣くやん、え、そこが一番泣いた、そこ一番泣いた、大事ホールのコンサートの中でいっちゃ泣いた、うーん、ありがとうの瞬間は鳥肌バーだって涙もバー出た、うーん、本当に泣いた、あれはいっちゃ泣いたな、そうだったんだ、いや、アリさんもね、粋なことをしますね、そう、本当に思った、超粋なことしますやん、いや、かっこいいよね、でもかっこよかった、そうだよ、私は DVD 出たうちも8枚ぐらい買うわめっちゃ買うやん、8枚ぐらい買う、飾ったりとかするし、めちゃめちゃ買う